バッターとピッチャーの対決を野球の主役に例えるならば、守備と走塁の名手たちはさしずめ脇役なのかもしれない。しかしゲームの細部に目をやると、時折キラリと光る彼らの名プレーに出会うことがある。それは自ら光を放つというよりは観客の視線に反射するという方がふさわしい。うっかりすると見過ごしてしまうようなさりげないプレーの積み重ねは、マジシャンが演じる巧みなショーにも似ている。まあ、ちょっと古い話になりますけど、僕らが高校時代ジャイアンツのサードといえば長嶋さんで、長嶋さんがこうプロ野球の選手になる前に、もう伝説の名人たちってたくさんいましたよね。例えば内野手だと長嶋さんが憧れたって言いますかね。私も小さい時っていうのはね、守備で言えば千葉さんね、千葉さんのセカンドベースマンね。どういうところが印象に残ってるんですか。やっぱりこうプロらしいなんていうかな、守備をお見せしたということでね。コントってね、サードゴロってね、ゲッツの時でもね、普通だったらベースにセカンドベースに職塁してから一塁投げるのにね、ほとんど千葉さん見ないでね、スローイングやったことあるんです。それを僕は見てましたね、スタンドで。うわー、やっぱりプロだなって驚きましたね。ですから、まあ、あれからまあ十何年経って僕もね、夢が叶えられて、まあ、プロ野球の選手になった時に、千葉さんにねお会いした時にね、実は僕は小さい時にね、こういう驚きとね、強烈な印象に残ってるんだという話をした時があったんですよ。そしたら千葉さんがね、もちろん我々の時代もね、みんなそういう意識あったけども、特に俺の場合はセカンドというポジションのね、その守備の範囲なんかいったら当然ね、あそこまでやっぱり見なければいけないし、ですから俺の先輩の狩田さんっていうね、まあ、千葉さん曰くね、はい、まあ、狩田さんもそういうね職人芸で見せてたよなんてね、よくおっしゃってましたよ。ところが僕は狩田さんのプレーはね、ちょっとこう見るチャンスがなくて、はい、ただ話のね、今の言 う, こう伝説的な話だけでの、ね、記憶なんですよね。やっぱりあの当時っていうものはプロ野球、特にあの打つっていうことは華やかさあるけども、守備でも十分ね見せるという、そういう意識がね、球界全体にあったような気がしますよ。まさに外野へ抜けようとする打球を蜘蛛の巣を張ったように絡め取ってしまう内野手たち。内野守備の花といえば息を呑むようなファインプレーだが、痛烈なゴロも矢のようなライナーもさりげなくさばく。そのさりげなさこそ内野守備のいぶし銀の魅力なのだ。野球少年憧れの的、長嶋茂雄。少年の心を捉えたのはバッティング以上にその華やかな守備であった。たとえエラーをしても長嶋は輝いていた。そしてその長嶋の横には名将と広岡の姿があった。長嶋さんのプレーに胸をときめかせながら、ボールが抜けた時に、広岡さんがそこにいる。そうなんですよね、だからそういう、ヒットだなと思った時にすぐこう後ろでフォローしてくるね、そういう選手っていうのはなかなか今野手が自覚をするくらい今あまりどうでしょうかね。そういうのがやっぱりファインプレーですよね。これやっぱり選手としての名選手と言われるゆえんでしょうからね。だからそこら辺りのバランスのいい選手がね、我々のあの30年代、あるいは40年代の半ばあたりまでには随分こう各チームライバルチームがいましたしね。ですからお互いにこう切磋琢磨しながら守備でね見せようっていう、そういう意識が随分あの時代はあったんですよ。なるほど、その一つの例が長嶋広岡の三遊間だった、そうでしたね、わけですよね。それももう二人とも今までの内野手じゃなくて大型であったという。はい、長嶋さんはあの広岡さんのショートゴロをですね、取りに行って、結果的にスコアブックはサードゴロになるケースってのはすごく多かったでしょ。もう内野ゴロ来たらもう全部自分が処理してね、全部それをね、やってしまうんだっていう、そういう気持ちはね随分ありましたね。だから先ほどの、まあ、先輩の広岡さんのショートゴロでもね、もう十分自分の取れる範囲能力ならば全部取ってね捌くということでね、そういう果敢さが持ってましたからね。
ですからやっぱり守備で見せたいという意思が強かったでしょうね。その時のライバルがあの阪神の、ね、吉田さんですね。阪神がいつも巨人と優勝争いを繰り広げていた昭和30年代、阪神の名監督藤本貞義から空前絶後の遊撃手と称賛された吉田義雄、セカンド鎌田、サード三宅との鉄壁のトリオは阪神の黄金時代を支えていた。その中心がショート吉田であった。ですからまあ吉田さんあたりでもね、動きの機敏な選手で、また同時に守備範囲もね広いし、しかもあの球を取ってからね、野手に投げるあの、リズムカルの中でね、もうまさにね、マスコミの皆さんはもう牛赤丸なんてね代名詞つけてましたから、本当にこうゴム回りのようにね、そういうプレーをしながらね、見せてましたね。だからそのプレーをみんな見に行くために甲子園あるいは後楽園に集まってくるんですよね。あのよく吉田さんの話ですと、はい、三角形の頂点でボールを取れと、はい、あのよく読むんですが、はい、これは実際に三角形がどう出来上がってどこでボールを取るということなんですか。球っていうのは 上から下へこう押さえますと次の動作が移りづらいですね。やっぱり絶えず下から上へ下から上へ動作を起こすことが、あの、はい、早くて確実で、あの、まあ、正確と言ったら確実ですけど、はい、そういう要素がありますんで、まあ、ずいぶんこういう練習をしましたね。正三角形を描きましてね、ここでそれが基本ですから、ここで補給するんですね。こういう三角形ですね。ですから、なるほど。球を取ると膝がこれがクッションになるんですね、はい、だからこうなりますとこういう形になるでしょう。これ三角形じゃないですね、肩幅の裏の広さで、それで正三角形を描いた頂点で球を取るということですが、かなり上体がやはり下へ落ちて沈んでいかないと三角形はできない、その三角形をですね、ただこう来る球を三角形を作ってたんじゃ走りますからね、はい、速い打球強い、あの緩い打球いろいろございますが、それを自分が前進をしてですね、この三角形を補給するときに作るわけです。どんな場合でも それが、まあ、時にはできない場合ありますよ、その、こういうあの、はい、横へ来た場合にはですね、これはまあ仕方ないですけど、でもできる限りそういう棒に対しても作ろうと動くんです。ですから足で正面に入れということをよく言いますね。正面に入ってそういう三角形を作って、まず正確であるで強い球が送球ができますね、入団当時吉田の身長は164センチ、体重は54キロ。その吉田がダイヤモンドの上を動き回ると一回りも二回りも大きく見えた。内野手というのは、守備というのは、あの自分に保持している時間が、球の保持している時間が短ければ短いほど有利ですね。そうですね、持てば持つほどあの不利ですね。相手走りますからね、取ったら投げるということのでですね、はい、もうそれを自分の生活の中にそれをもう、あのなんて言いますかね、もう私生活ともグラウンドと直結するということで、もう生活の一部だったですね。ですからグラブとボールと暇さえあればこういう持ち替えて早く投げると、取ったら投げるということが、まあ自分がそれが生きる道であり、それが僕を生かすことであるということを、まあそれに徹してやってたんですよね。あのよく取ったらすぐ投げるっていうとですね、なんか肩が弱そうに思うんですが、吉田さん肩は決して弱くはないんですよね。そうですね、まあ、あの比較的あの若い頃は弱くはなかったです、まあ、そこにそういう早く投げるということと肩の強さでその体のキレができましてね、ですからそれが小さいものが大きな人に勝っていく道であるということで、やりましたが、長嶋という花に憧れてプロ入りした高木守道、高校時代に肩を痛めショートを断念。しかしプロに入ってセカンドの面白さを知った。そのプレーはまさにいぶし銀と呼ぶにふさわしかった。高木といえばバックトスと、誰もが認めるお家芸でファンを沸かせた。
あのバックトスっていうのはどういうもんなんですかね、バックトスなんて非常にどちらかというとね、こう、ミスのね出る、プレーなんですけどもね、それをまあ難なく相手にねバックトスしながら、しかも 6-4-3 でゲッツをする、非常にこう高度な技でしょバックトスってのはね。それを全く簡単に無表情にねしてパンとこうやるね、あの仕草なんか見ますとね憎いですよね。これバックトスというのをもう高校時代からすぐにやったわけじゃないんですか。いえいえ、プロのしかも2年目ですかね、に南海からカール・ハンタというね、あの2世、いらっしゃいましたね、はい、あの方がプレーをやられて、それを見てね、あれかっこいいなと思ったのが最初ですね。うまくやるにはですね、はい、ボール普通こうして取りますわね。そうですね。取ったらこれをこの手のひらをね、はい、相手へ向けてポッとこうして向きを返してやるだけ、これでいいんです。これでボールが離れて、これでもうボールは十分飛んでくんです。まあここらが一番張ってきたボールが投げやすいですね。一番ここら、ここらまでですね。そう、はい、ここまでは一番投げやすい。この高いボールになると横投げぐらいになりますから、コントロールが難しくなる。だからここはあんまり、ここっていうところが使いづらいですね。この辺の高さになると、このプレーというのはやはり今までですと体をひねって投げるんですけど、はい、これはもう取ったらそのままの形ですぐ投げれますから、やっぱ早いわけですよ。そうですよね。でダブルプレーのね、普通ならちょっと間に合わないかなというプレーでも、そのトスだとアウトにできるんですね、はい、そういう利点があるということですね、ですからこれが決まればもう誰もがやっぱり文句を言うことはありませんし、また見た目にも綺麗ですしね、地味だって言われてましたけども、プレーはやっぱりなんとか目立とう、プロらしいプレーをしたいということはもう常に頭に入れてやってましたから、やっぱりあれだけの名古屋のファンに見せたいっていう気持ちもありましたね。ですからもう守ってる時はもうファンの方があのプレーを待ってるんだということで、なんとか試合の中でランナー一塁出ますとね、飛んでこい飛んでこいと思いましたね。で来たらやってやろうという。はあ、東京六大学のスターとして慶応から太陽入りした山下大輔、その甘いマスクと流れるような守備からフィールドの貴公子と呼ばれた。また足で取って足で投げる、取ったら開けなど、自分の体験を分かりやすく解説した名言も残している。山下さんの場合にはあのショートストップの守備に気品があったと言いますかね。そうですね、もうおっしゃる通りでしたね。非常にこう品のあるね、ショートストップでしてね、大変まあこれは言葉はよくありませんけれども、太陽チームのああいうイメージのね中においてね、何かこう際立ったね、そういうショートというね、何かこうエレガンスを感じましたよね。そういうプレイヤーでし、まあそこら辺がこう太陽ファンなんていうのはね、非常にこう支持を得たんじゃないかと思うけどね、はい。まあ、ショートっていうとその二遊間に来るやつと、それから三遊間抜けそうなやつとあるでしょう。その時昔はあの白石さんの逆シングルとかね、はい、それから吉田さん の, そのハーフバンドで取るとかね、はい、あとの場合その三遊間に来る頃、二遊間に来る頃、やっぱりゴロによってのさばき方っていうのはこう違うんですか。二遊間に来る頃、三遊間に来る頃、うん、で正面に来る頃、はい、自分の気持ちとしては一緒なんですよね、はい、要するに先ほども言ったように足で取るっていうことで正面に、うん、正面で取るっていうんですね、うん、ただ逆シングルをどうやってなんで正面で取れるのかとよく言われるんですけども、まあ、まず 正面を正面いきましょう、うん、だから取ったところで僕はもう握ることを考えるわけですね、はいはいはい、肉離れを起こさない、はい、こっちでも全部一緒なんですけども、はいはいはい、余裕を持っていく、こう運んで投げるわけですね、はい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 、だからこっちのゴロの方が正面で取るっていう感覚分かると思うんですけど、こう取ったボールをここで足を上げて投げるわけです。だから悪い例っていうのはですね、はい、悪い例いこう、こう取りますね、こうすることですね、はいはいはい、こうじゃなくて取ったところ
ほんでパッと投げてやる。じゃあ二遊間の悪いで行こうか。やっぱり足がつかなくてこうすることですよ、はいはい、そうするともう体がこっち動いてますから流れてこういう投げ方になって、ところがこっちのボールを足をつけてやれば非常にあの安定したボールが放れるわけですね。山下は昭和52年8月から翌年5月にかけて322守備機会連続無失策という当時の日本記録を達成した。僕はやっぱり自分の守備っていうのはすごく一球一球どんな場面でも、うん、その緊張感が違わないようにですね、10対0で勝ってて2アウトで、うん、ランナーなしで、うん、非常にこう気楽な気分になりますよね、はい、そういう気持ちをいつもどんな打球でも持ってようと自分で心がけてたんですけども、うん、ただそのやっぱり記録の時はですね、うん、やっぱり記録の方を先に考えちゃうんですね、はいはいはい、バットとボールが当たる瞬間に常にこう気持ちを集中させるんじゃなくて、うん、あと1個で記録だなっていう、うんはいはい、だからどうしてもこうなんかボールを取りに行くようなんですね。本当に僕はフライを落とすんじゃないかと、非常に簡単なフライだったんですけどね、うん、落とすんじゃないかななんて、うん、と思いましたね。外人選手といえば嘆きばかりが注目される。しかし大リーグで掃除機と呼ばれたボイヤー、基本に忠実な守備を見せたブレイザー、勇猛果敢なセカンドマルカーノ、彼らのプレーは日本の名内野手たちに大きな影響を与えた。助っ人外人で内野手もたくさん入ってくるようになりましたよね、外人の守備はどうでしたんですか、メジャーの。まあいろいろ数多くのメジャーの選手来ましたけども、まあ僕はまあいろいろありますけどね、一人挙げるといえば僕はジョンソンがうまかったですね。あのデイブ・ジョンソンのセカンドベースのさばき方、そして特にあの打球に対する一歩のね速さ、しかも彼は大きいでしょ、大男でしょ、はい、にもかかわらずね、難しいゴロをね優しくそれをね扱うような、そういうグローブさばきですね。日本人ってのはどっちかというとグローブ上から下に入っていくんですがね、こう構えてまして、こう、はい、上から下に入ってくるので彼の場合は下から上に入る、常にグローブはですね下にあるんですね。このね下からファッ、やっぱこういう感じで膝を締め、あの肘を締めながらこういう感じで入るためにね、プレーのその動きがね非常に締まりがあるし、はい、そしてバランスからいっても最高であるし、それしかもプレーがね一番、安定するんですよ。そのグローブさばきを彼がやっぱり見せてましたね。個性豊かなフィールディングで見せた内野の名手たち。軽快なフットワーク、鮮やかなグラブさばき、流れるようなスローイング、ランナーをアウトにするまでの一瞬のドラマ、それこそが内野守備の醍醐味である。長嶋さん、伝説の外野手で、いろいろ僕ら本読むんですが、はい、見たことがないんですね。テレビ中継もなかったですか、小さい頃、へそ伝さんという方がいらっしゃったっていうんですが、この人はどういう外野手だったんですか。ですから、へそ伝というのはそのね、へその前で必ずグローブを置きましてね、そしてこのへその上でこういう取り方、独特の捕球体勢に入るんですね。でしかもどんなフライに、例えば横前ね、後ろあたりでもその落下点に入りましてね、そして常にへその前でこういう取り方をする。これがまたはね、外野手のお客さんはね、それを見に行くためにですそういうふうにお見せした。あるいはあのジャイアンツの先輩で平山さんってねいたんですけど、の平野のマジスって言われて、あの聞いたことあります、聞いたことあるでしょ、はい、その平山さんがね必ずあの平野のそばにね来て、そしてホームランになりそうなね、入るか入らないかというスレスレとあるでしょ、はい、野球の場合、はい、それをね必ずそれをねホームランにしないでそれをね取ってしまうというね、そういうこの独特の取り方があったわけですね。だからそういう外野手でも伝説になりうる、そういうプレーもかつては随分先輩の皆さんもね、はい、あったということで、それは何かというとみんな個性的な捕球体制なんですよね。ですから先輩の皆さんっていうのはそういうなんていうかな、基本的なものに
さらにそれをね、お遊び心みたいなものがあるんですね。なるほど。その遊び心がね、はい、ファンの皆さんがこれはたまらない魅力となってね、はい、球場に行ったんじゃないでしょうかね。打球が外野へ飛ぶ、あたかもホームランのように見えたボールはジャンプ1番見事にグラブに吸い込まれ、一瞬にして外野フライとなる。誰もがツーベースと信じた打球が矢のような返球でシングルヒットに、そして本塁に突入したランナーはアウトに。外野手とランナーとの間一髪を争うドラマはファンにとって答えられない魅力である。俊足を生かしてスポーツカーのようにグラウンドを走り回ったセンター中俊夫、状況に応じて巧みに守備位置を変える頭脳的なプレーを見せた。あらかじめもうその落下点にいたっていう最たる外野手であったんじゃないでしょうかね。抜けたと思ってね、二塁近くに行くとね、もうポッと捉えてね、スタスタこっちベンチに帰ってくるとかね、ものは非常にがっかりしましたよね。中さんはそのバットがこう動きでもって打たれる前にも動いてたという話ですけど、まあ、それはちょっとオーバーですね。それちょっとオーバーですか。ただセンターはピッチャーが投げてキャッチャーに到達するまでの球筋っていうのがはっきり見えるで、はい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 、でそこからアウトカウントとかイニングとかいろいろ計算して、うん、このバッターがどの辺を打ってくるか、まあ、考えながらポジションを決めて、うん、そのピッチャーが投げたボールを追っていくわけですよね、はいはい、でバッターが振った瞬間に当たる感じっていうのが、まあ、これは練習でこう積んであとはもう試合経験して打るもんですけれども、うん、なんとなく感じで、あ、この勢いのあるのか弱いのか、はい、どっちの方向っていうのが瞬時に分かるというとちょっとオーバーですけどね、なんとなく分かるんですよね。でもちろんランナーがいるときはそのランナーの足の速さ、得点差、あるいはこれで1点入ったらサヨナラゲームになるとか、いろんな場面を考えて守る、はいはい、であとはもうセカンドなりショートなり、あるいはバックホームなり、はい、スローはもう全力で投げるだけですよ、はいはい、でその間にカットマンがおるかどうか、うんうんうん、とにかくコースを外れないように、はい、いいボールを力いっぱい投げちゃう、うん、取る場合は右足を前に出して、いやそんなことは一切考えない、一切考えない、もう足のこう自分の状態がどういう感じでこうボールをうまく取れるかっていうのを、ね、考えとるだけで、それを足がちゃんとフットワークでカバーしてカバーして、はい、じゃあもうそれはあれですな、もう瞬間的な判断で体の方が先に動いてる、体全体で、はい、動くように、うん、ならないとやっぱりまずいですよね。そうですよね。素早いこう、ええ、プレーっていうのはできないと思いますけど、うんうん、投球に合わせ内野手と同じような構えでレフトの守備についていた高田茂は三塁手の後ろにいるもう一人の三塁手と呼ばれた。長嶋引退後サードにコンバートされ、内野手としてもその守備力を十分に発揮した。高田選手の魅力ってのは内野手よりも外野手でしょ。特にあのレフト線行ったものをね、ワンバウンドツーバウンドで跳ね返ってくるこの角度がね、もうハンデを押してるこの打球はこの位置、この高いバウンドならこの位置っていうね、それをハンデを押してるこうね待ってまして、取った瞬間にセカンドへね矢のような球を投げてね、だから一塁から二塁へねそれを阻止する、だレフト線でほとんどシングルで終わってしまうというね。だから随分レフトの時代は、うん、高田選手の守備を見たいためにレフト席に行くっていう選手が随分あの頃多くてね、多かったんですよね。僕なんかも初めからもう自分のリズムといいますかね、タイミングの取り方ありましてね、はい、ピッチャーがモーションする、はい、はい、放つ、僕、投げる、はい、ここまではもうどんな時でも同じなんですよね。それをやるから別に意識してそのやってるわけじゃないんですよね、はい、ピッチャーに合わせてピッチャーを見てますから、ピッチャー合わせてると自然にも手がこう体離れて肩縮まれる、足が動くというここまではね、もう流れの中でやる。これを変えることの方が自分としたらちょっとおかしいんですよね。今度はね手を離せてそのまま置いてること、リードしてることの方が自分ではまあ流れがいつもと違うんでね、おかしい、まあ、そうなってくるとそのように自分をこうやすると当たり前のことでね、別に意識してやらないから、も
150球でできるんじゃないですか、1球ずつ。そういう一つの流れの中で高田さんが実際にレフトの守りでやったのは、これがすごく地味だといえば地味なんですが、一番大事なクッションボールの処理の仕方ですよね。そうですね。これは以前の方はそんなに深くは考えてなかったですもんね。まあ、クッションボールの処理というよりその前にね、はい、クッションに入れないでぞ取ろうと。ですからまあ三塁線に入れないで、三塁線抜かれたらこれは当然もクッションで取ってね、二塁打なんだという頭あるから無理しないですよね。レフト、今までの外野手といいますか、レフト守ってる人 もう三塁線いい当たりで抜かれたと、はい、そうするともうこれはクッションで取って二塁へ返してツーベースで止めようという感じだったら、私はまあ初めなんか思い切って行ってるうちに、できたらその前にクッションの前に取ろうと、はい、そうしたらセカンドアウトできる。今度はクッションをどうしても入れ、やっぱ入りますよね、入るだけ。その時にはクッションのそのうまく処理して二塁で、これも間一髪でねアウトできるということもありましたね。これクッションボールの処理といってもですね、いろんな処理の仕方があると思うんですよね。高田さんが考えたこれがクッションボールだっていうのは、別に難しいことなんでもないんですけど、クッションボールというのは必ずこう角度跳ね返ってくる、まあ、平らなところですとね、はい、真っ直ぐに当たったら真っ直ぐ返ってきますよね。ボールの回転さえ真っ直ぐですと、球場というのは曲がってますよね、緩やかな頭の楕円といいますかね、はい、ですからその同じところに返ってくることまずないんですよね、ここに当たればその代わりこういう角度、こっちに当たればこういうふうに、そのただ同じところじゃないけれども読めるわけですよね、はい、必ずそこに返ってくるんですよね。だからボールの回転と当たる場所さえつかめれば、分かればもうあとはここに帰ってくるというのはもう 100% 当たりますよね。もうですからもうここら辺はもう本当には取って、うん、もう目をつぶってもう見ないでも二塁へ投げれましたね。そうしてもうこの角度だともうあそこだと、この角度だと二塁はこっちだというのはもう体で覚えてましたですね。ですからまあ他の人よりも一つ早くボールを投げれたんじゃないですかね。普通に取って見て投げる、その見るというのを省略できたということは確かあると思いますよ。阪急全盛期昭和50年代のライト箕田浩二、センター福本とのコンビは鉄壁の右中間と呼ばれた。昭和58年6月2日、箕田は1イニング2捕殺を記録。この年には打率3割1分2厘、32本塁打35盗塁のいわゆる333をマークした。うまかったですね、いい選手でしたね。いや、どっちかというとタイプはそんな派手さはねありませんでしたけども、取ってからのスローイングも早いし、そして肩も結構いいしね。ですから打ってよし、守ってよし、走ってよしという、いわば三拍子揃ったプレーヤーでしたからね。確か昭和58年は333という打撃の面で皆さんクローズアップされてますが、同じ年に17という捕殺、バックホームあるいはセカンドサードで殺してるんですよね。そうですね、あの年はだからそういった意味では全ての面でね、この15年間の中でも一番いい思い出というか、そういった守りにしてもねありますね。エース級を投げるとガーッと動けるわけですよ、守備位置をね。だからこっち投げていく、そのカウントによって攻め方も大体分かってくるし、相手の打者の、はい、欠点なり長所も大体わかるでしょ、そうするとこの辺飛んでくんだろう、するともう捕殺の数も増えるわけです。なるほどなるほど、ただ単に肩が良くて、いいボールを返せるだけじゃないんですね。僕もそんなに肩良くないですよ、 100m も掘れないし、今その当時でもそうですね、遠投何 m ですかね、そんなに良くないですよ。例えば球場の広さですね、まあ、両翼は91メーター、広いところで100メーター以内ですよね、はい、で守備位置といえばそれより前に出ますよね。で120メーターも投げる必要ないわけでしょ。ありませんね。だから要は守備位置から前で取って投げると50メーターちょっと行けばいいわけです、はい、そうですね、そうに割り切ると簡単ですよね、結局そうなんですよ、実際投げる距離というのはそのぐらいのものなんですよ。それでワンバウンドでキャッチャーに届きますからね、はい、でそれればカットマンがいるし、一応カットマン狙って投げるわけです、はい、カットマンな狙って投げたボールがいいボールで、はい、ノーカットでワンバウンドでキャッチャーミットに収まればアウトになります大体。で緊迫した場面というのはどうしても
誰しも緊張しますけど、はい、でそういう時はもう飽きてほしいなという気もしておればねあ今度殺してやろうとかね、うん、思えばいいわけですよ。でそういう時意外と来ないもんですよ。どうしようかなっていう時が来ますけどね、うん、でそういうふうに思ってればいざ来たとしても対処が簡単にいきますよ。美濃さんが一番気持ちよかったのは、うん、捕殺なんじゃないですか。気持ちよかったですね、あれは。足の速さ、肩の強さ、素早い判断力、それが見せる外野手の条件である。外野手たちがバッティングだけでレギュラーポジションを確保できる時代は終わった。たった一つの外野手のプレーが優勝を左右することすらあるのが現代野球なのである。ランナーの足と野手の送球がクロスする瞬間、観客はアンパイアのコールを息を詰めて待つ。足が速いだけで走塁の名手になれるわけではない。一瞬の隙をつくひらめき、そして度胸。ドラマは 27.47 メートルの塁間に生まれる。ダイナミックで華麗な走塁でもファンにアピールした長嶋、その走り、塁に滑り込む姿はまさに絵になる光景であった。長嶋さんもあの現役の頃の走り方というのは、ほとんど全速力のカモシカみたいだったですよね、ですから僕先ほど言いましたように守ることも好きだったんですが、もうね走ることがねもう大好きでしたね。特にね一塁から二塁行く盗塁はあんまりそう好きじゃなかったんですよ一塁から三塁行くねあの走りの距離が僕は大好きでした。ですからね、三塁打は割合現役時分割合多かったんじゃないでしょうかね、はい、多かったです。大体二塁打で止まることを僕は非常にこうね無理してもね三塁で、思い切ってこうしながら、まあ時にアウトになった時期も随分あるんですが三塁へ走り込む姿がね野球のやっぱり走塁編において一番僕は醍醐味であるという自分の自負がありますから、はい、あの長嶋さんが入った時に、ジャイアンツにまだいらっしゃいましたですかね、あの与那嶺さんは。与那嶺選手は、まあ、晩年でしたけどね2年間くらいご一緒したんじゃないでしょうかね。もうグローブ磨けてねターンと足でねタイミングよくそれをね払いながら、そしてグローブをね飛ばしながら、そしてね落球をさせる、これはもう名人芸でしたね。我々随分ねキャンプの時教わりまして。できるもんなんですか、うん、これはもう本人がだってやってるんでやってるわけですから。これはもう天才的な選手でした。日系2世の与那嶺が日本に初めて大リーグの本格的なスライディングを持ち込んだ。外人選手の中ではチコの愛称で親しまれたバルボンが3年連続で盗塁王となり、黒い弾丸と相手チームから恐れられた。そして阪急にいたスペンサー選手ですね、シリーズで対戦しましたよね、あの方も強烈なスライディングをしたと。そうですね、どちらかというとこう荒っぽさのあるスライディングでしたけどもね、こう体当たりしてねミットめがけてね払い込むね足のこう使い方だとか非常にこうスマートであってね非常にこう脅威感を与えましたね、ライバルチームには。元祖盗塁王広瀬義則、昭和45年7月1日広瀬は通算478個目の盗塁を記録し、先輩木塚の日本記録に並んだ。彼の通算盗塁596は現在でも歴代2位。広瀬の走る姿は無人の荒野を行くピューマのようであった。広瀬選手の場合はもう足が速いところに来てね、何かこう野生的なね速さでね、特にこう小股でパッとこうね速い選手で、魅力あの時代ありましたね。で非常に勘のいい走塁をねしましたからね、だからちょっとしたジャックルしてボールが自分から 2,3 メートル、こぼれた人にもそのあれでこれはもう次の三塁行ってもねセーフになるかアウトになるかというそのとっさの判断がいいたために二塁セーフしてすぐ三塁、そういうねなんていうかなそういう勘の素晴らしいね選手でありましたからね。盗塁をこうしようと
はい、こう思い始めたきっかけとかそういうのってのはいつ頃なんですか。これいつ頃ですかね。僕もねあんまり覚えがないんですね。盗塁っていうその我々でも私がね、うん、一軍に出た当時はもうね盗塁のタイトルはなかったと思うんですよ、はい、ただ僕の頭の中にショートになって、まあ、木塚さんのね、はい、イメージがありましたから、だから、まあ、何回走るっていうね、そういうそのイメージがありましたから、僕も内野やる以上はやっぱりある程度走ってですね足で貢献しないといけないなというそのものが僕のどっかにあったわけですね、だからそういったことで、まあ、ノーアウトランナー出るとですね盗塁して、はい、ね、僕はまず盗塁パッとして、ワンアウトからするんじゃもうクソにもならないわけですよ、はっきり言ってね。そうなんですか、だからノーアウト出たらね、僕はまずノーアウトの時に盗塁して、そして次のバッターがまあなんとかねバントとかゴロ転がせば、僕はまあサード行ってワンアウトサードというようなその形が相当僕はあったと思いますね。でも広瀬さん、あの例えば4球目で盗塁するのとね、初球からいきなりポーンと走るのと、これまた全然違ってきますよね。ツーストライクだったらこれピッチャー有利ですからね、ツーワンとかいうのになりますとね、でワンツーとか ノーストライクワンボールとかこういう形で対した時はこれはもうバッターが有利ですからね、だからバッター有利の形をなるべく、まあ、取ってやろうと、そのためにはツーストライク取られるまでにまずその走ってやることが大事だということですよね。だからまあ危機に立たされただけね、やっぱりね人間っていうのはねもう本当どういうんでしょう、こうクワーッとね集中するんですよね。もう何にも分からなくなるんです。もうあるのはピッチャーだけなんです。ピッチャーのもう、投球フォームね、はい、このセットポジション、これをねカーッと重視するんです。もう他のことは関係ないですね。基本は僕はねもう足なんですよね、はい、だからこうやって構えて、この足がありますよね、はいはい、これこういうふうな足を上げたらもうこれは牽制できませんからね、牽制するときはこういう形ですからね、はい、だから足を上げるこの上がる一瞬に僕は走るっていうね、もう、まあ、それがまず第一ですよね。でこれでそこでどうしても難しいっていう形を取るときには、はい、それより他にねなんかその行くものはないかっていうね、まあ、あるいはフィーリングで勝負するときもありますしね、それがねやっぱりクロスゲームになればなるほどそれが分かるんですね。そうでないとねやっぱり癖とかっていうのはね、もうこれやるとやっぱ癖をない人、あるいは初対面で会った時の人にはこれ通用しませんもんね、はっきり言って。僕にとっては盗塁っていうのはとにかく勝つために、どうすべきか、勝つためにはとにかくここで1点取るためにはこれが一番いい方法だというところに僕の盗塁哲学があるわけですよ。だから僕はもうとにかく点差が3点も4点も5点も開いてね盗塁するなんてバカの、やることだと、まあ、そういうね当時はそう思ってね。日本初のスイッチヒッターでその脚力を十二分に生かした柴田勲。昭和53年8月13日、柴田は史上3人目の550盗塁を記録した。彼の走りは赤い手袋とともにダンディーな韋駄天としてファンの心に焼き付いている。また私どもと同じチームでやりました柴田選手ですね、赤い手袋で、まあ、あの9連覇の中で彼の一番としての役割がねあれが果たさないなかったならば VQ はなかったと。で彼らが出たために ON がそうでね、打ってそして得点をするわけでしょ。今でこそね、我たちピッチャーっていうのはクイックをやったりしてこう、選手の足っていうものに非常にこう研究しましたんでね、我々、はい、まあ、足の速い人にとってはもう走りにくい時代になってきましたけども、僕が入った時はまだその足というのをねそんなにこうワイワイ騒がれることじゃなかったから、まあ、いろんなスタイルで走れたんですよね。そうですね、もう一番ね最初の頃ね、まあ、走ったのはねウォーキングスタートって言いましてね、ウォーキングスタート、うん、村山さんがまあ例えば、はい、ピッチャーでセットに入ったと、で自分としてはねこう少しこうベースに近く立ってて、あ自分としては遅れちゃったよということを思わせるわけですよ、ピッチャーに。あ、リードの取り方が、リードだからこう歩きながらこうやっていって、ぷっと走っていくというのかな、あ、そのまま行っちゃうんですか、っていうのはね、自分でこう大体まあこの辺が、はい、まあ、これより多くこっちへ行ったら危ないんですよ、はい、危ない、うん、だからここからここまでの
間に歩くうちにピッチャーがモーションを起こすようにこうやって歩きながらでバッターしてでここへ行った時にね、はいはい、ここへ行った時に、これ以上出ちゃうと検査されると危ないから、まあ、やめるわけですよね。持たれちゃったらこうやってまた帰ってくるという要するにもうタイミングを測ってるわけですね。僕はまあそのスタートはそのウォーキングスタートと、はい、それからワンウェイね、ワンウェイワンウェイっていうのはですね、もう例えばバッターが長嶋さんと王さんで、はい、もう盗塁のサイン盗塁はするなよという例えばサインが出たとしますよ、コーチから、はい、そうするとじゃあ盗塁はしないけどもするよというふうに見せるために、はい、ピッチャーを牽制するためにすごく大きくリードを取るわけですよ。もう目いっぱい取るんです。あ、もう頭から戻る、はい、ギリギリいっぱいまで、はいはい、そうするとかなり大きくリード取ってますよ、やっぱりピッチャーはホームランバッターには気を使わなくちゃいけないし、はいはい、こっちの選手にも気を使わなくちゃいけないということで、まあ、神経をまあ分断するわけですね、いかにも走るぞっていう形を取っておいて、なおかつ気持ちはもうセカンドベースにないわけですね。もう常にもう帰る。だからどっちかというと体重は少しこっちに乗ってるような感じかな、ベースの方に。距離はあっても体重はこっちに乗っかってるわけですか、はい、もうすぐ いつでも帰れるように、でバッと帰る。いかにも走るぞという形をするわけですね。柴田さんの場合の一番盗塁の技術のコツっていうのはどこに置いたんですか。僕はね、どっちかって言えばね、ピッチャーのモーションを盗むということにね、まず第一 の重点を置いたんですよね、はい、だから最初から今日対戦するピッチャーはどういう癖を持ってるとか、どうだとかっていうのはやっぱりノートに書いておいて、で試合前にちょっと見て、あ、今日の先発ピッチャーはこうだ、こういう癖があると、最初にポッと出た時からもう1球目からある程度走る準備はできますでしょ。そうですね、やっぱりその準備が大切なんですよね。ただボケッと立っててヒット打ったどこだなっつってこうやって言うんじゃなくて、一塁に着いたら外野の守備位置、はい、肩、はい、ね、それからアウトカウントとかイニングだとか点差だとか、もうそういうものを例えば、まあ、一塁ベースだったらこのショートセカンドどっちがもう入るとかね、はい、ショートが入るとかセカンドが入るとか、そういうものを常にこう頭の中でこう考えながら走塁する人ってのは絶対に、ね、足が遅くても好走者にはなれます。昭和47年年間盗塁106個という当時の世界記録を達成。58年6月3日ルーブロックが持つ世界記録を破る939盗塁をマークした福本豊。その俊足を生かしての二塁打449、三塁打115は共に日本の歴代1位の記録である。元選手の場合は、もう先天的に、先ほどの守備、あの外野手の守備じゃありませんけども、先天的に本能的に、この投げた投球ならば絶対ストレートじゃなくカーブ投げるために、そのカーブの、落差のためにね、一つの間合いがね優位に先手を入るということで、そういう感がね非常に長けてたっていうことを僕伺ってますよ。まさに直感力の優れた走塁術をですね、いかんなく発揮したタイプだし、まあ僕は一塁手としてどのぐらいまで福本さんは盗塁の時にはリードを広げたんですか。結構若い時は、はい、これぐらいは行ったでしょうね。お、だいたいこれぐらい普通出れるんですよ。でもかなりの距離ですね。はい、ねそれでもね、パタンとこけたら、はい、絶対この辺ぐらいあるわけですね、はあはあ、普通こうパタッとこうですね、はい、だからあかんと思った時にハンドつけて頭がいいから楽勝にここまで出れるんですよ。だから僕ね、これぐらいは普通で出よったんですよ。これだけで、ね、十分ですよ。で体重なんかはどっちにかけてるの。真ん中か。あ、真ん中にかけてる。そして、うん、真ん中にかかって、これ内側だけ、この内側ですね。あ、内側だけ。どちらでもいけるように。はい、こういけるように。だからこうはしなかあんまりしなかったですね。だからこのままで、はい、帰るやればもう帰りましたし、なるほど、そのまま行きやったらそのままでこう行きましたからね。まあ一塁からセカンドベースに向かって全速力で走ってくるわけなんですが、はい、大体スライディングの飛び込む状態っていうのはこのぐらいからですか。そうですね、この辺ぐらいですね、大体滑って行っても足にあまりこの近いと怪我しますから、はい、まあ、ある程度距離があります、はい、そしてまあ大体スタート切って15歩の場合は3歩もしくは4歩ですね、はい、リードの大きさによって13歩という、それでちょうどこの辺で滑るとちょうどシャッと、はい、スピードついていきますけど、そのままで伸ばしてドーンといったらガツンとこことここに来ますけども、はいはい、来てそのついたこの僕はもう先の方からつくんですよ、
高速とここへ行きますから、来ますね、で先からついて行って軽くこういうふうに膝をでクッションしてやるんです。今までまあ何回、2000回ぐらいはもっとスライディングしてるでしょうね、アウト含め練習含め、はい、オープン戦とかいろいろありますけども、やって捻挫に骨折というのは1回もないんです。これ久保さん、普通の、まあ、プロ野球選手のこれ半球とマークされていますけれども、はいはい、使うスパイクなんですが、はい、こちらが福本さんのモデルなんですね。そうですね、自分の使ってたスパイクです。これちょっと違うんですね、あの裏にね、はい、裏を見せもらって、よくあの僕の場合は、はい、まずここの部分を細くしてもらって、本当ですね、これものすごくくびれ方が違う、はい、陸上のスパイクはこれは曲がんないですもん、ねえー、陸上のスパイクにはものすごく細いでしょ。陸上の選手のあの、はいはいはい、僕あれを見ましてね、これもここ削ってもらってさ、ものすごく疲れます。こっちはものすごく楽なんです、あのスパイク履いてもですね、はい、そしてこの金のねついてる位置がもう全く違うんです。僕の場合も先っぽ抜いて、そうです、これが普通なんです。こんなに空いてます、はい、それ履くとちょっとこうこの辺のバランスこうおかしいんですけどね、もう僕が慣れたらこればっかりだね。陸上のスパイクにはもう前の方に行くでしょ、この前でこうカッと変えていくわけです、これだったら引っかかってですね、はい、できないって、で僕はちょっと前にしてもらったんですけど、やっぱりこの盗塁をするためのこういう道具のこう変え方っていうのはすごく大事なことなんですか。やっぱり靴に足を合わすんじゃないしね、足にきちっとこう合わす、ね、こう盗塁王になる3つの条件といいましょうかね。そうですね、まあ、盗塁はもうスタートとスピードスライディングとまあ言いますけれどね、やっぱりあの思い切りですね、勇気ですね、もうスタートを切る勇気、そしてアウトになってもアウトになってもね挑戦する気持ちですよね、はい、それは1個アウトになったから次は怖がるんじゃなしにね、また次行くんですよ、また行くんですよ、はい、そしてやっているうちにだんだんピッチャーとのタイミングというのがなんとなしにこう分かってくるんですよ。ランナーは二重三重の罠に挑む野生動物に似ている。ピッチャーキャッチャー内野手が仕掛けてくる牽制、打球を処理した野手の返球、ランナーが罠を仕掛けることもある。バッテリーを牽制する大きなリード、ダブルプレーを阻止するスライディング、走塁の名手たちがスリル、スピード、サスペンスをもたらす。今の現役でこれは走塁を見せてくれるなという選手というと、やっぱり巨人の尾形君ですかね。あれだけの速さ持ってますからね、しかも勘のいいとこ来て、いろんなそういう実はまだちょっとね課題はありますけども、ただ足の速さに関してはやっぱ彼が出るとなんとかもうね1球目から走ってほしいっていう、そういうね期待を持てるそういうプレーヤーですから、今の現役で内野手としてこれは見せるなとうならせる内野手っていうのは長嶋さん誰ですかね。巨人の河合君なんてのはね、結構あのくらいのプレーっていうのは見せますよね。外野はどうですか。これはもうね、異論はないでしょうね。どなたもやっぱり西武ライオンズ秋山君でしょうね。これはもう異論はないでしょう。彼のあの強肩、そして守備範囲、そしてあの足の速さですから、もう全てね、もう野球選手としてね条件的なものをほとんど満たされてそれを実践してるわけでしょ。特に秋山君もね、ホームランのあの弾丸ライナーの糸引くような速さもね魅力ありますけども、僕はどちらかというと彼のねあの宇宙間左中間にねあの打球を追いながらねキャッチするあの動きがね、やっぱり何かこうメジャーリングを見てるようなそういう気がね一瞬ありますよ、だから彼の魅力っていうものはやっぱり打ってみせて、そして守ってみせてね、最後、まあ、走ってみせて、まあ、最後ね、ちょっとまあお遊びでねトンボを切る時ありますけどもまあ、 あれは遊びでいいんでしょうけども
バッターとピッチャーの対決だけが脚光を浴びる時代は終わろうとしている。ありとあらゆる場面で守備と走塁の重要さがクローズアップされる。かつての名手たちが去った今も、いつか伝説と呼ばれるプレーを目指して、若者たちはダイヤモンドを走り回る。